カズ喋ります、阪神淡路大震災で、私は、被災をしました。家をなくしました。そして親戚一同も焼け出されました。その時に音楽で、その町を元気づけたいというところで音楽を始めました。当時はそういうアカペラという音楽で始めました。で、ずっとその当時から語り部としても活動をしてまして、それが阪神淡路大震災からもう26年経ってなかなかリアルな物事として伝わらなくなりました。すごく葛藤がありました。で、防災を学びたいと思って、兵庫県立大学大学院、防災大学院を受けることにしました。で、そこで、相方の石田博之さんと出会い、防災と音楽をミックスさせて、届けることを しようというところで今の形になっています。私は同じく、阪神淡路大震災を、中学生の時に経験しました。幸い大きな被害はなかったんですけれども、当時頑張ろう神戸という合言葉で全国から多くの方がボランティアに駆けつけてくださったのがとても印象に残りました。1995年は日本のボランティア元年と呼ばれるぐらいに、そこで助け合いの心が芽生えたのを感じ取っていました。いつかはその恩返しがしたいなと、そんな思いを持って活動してきたんですけれども、10年前東日本大震災が発生した時、今度は自分がボランティアに行く番だと強く感じ、そこから月に一度現地に行って、様々な支援活動、そして、慰問演奏、そういったことをしてきました。で、そこでいろんな津波の教訓を見聞きしたんですが、その大切な命のメッセージが自分の住む神戸には全く伝わっていないことをすごく懸念しました。どこかやはり、人ごとになっている。でもこの30年以内に 70% から 80% の確率で次に南海トラフ巨大地震が起きると言われていて、その時は私たちが住む神戸の町も津波に襲われるだろうと、そんな想定が出ています。なのでこれをもっと多くの人に伝える、そういった活動がしたいと、そういった思いから防災を音楽で伝えるという活動をしてきました。で、その中で、兵庫県立大学の、先生とのつながりでカズさんを紹介していただいて、2人で音楽ユニットを組もうというふうになったのが3年前の出来事でした。時間とともに次第に伝わりにくくなっていきます。で、そんな中でどうやって防災のメッセージを伝えるかっていうことは、この日本においても大きな課題となっているのが現状です。そんな中、私たちは2年前にインドネシアを訪れさせていただきました。というのは、インドネシアでスマトラ島沖大地震が起きた時に、震源のすぐ近くにあったスマトラ島近くのシムル島という小さな島、ここではですね、100年前に起きた津波の教訓を歌で代々語り継いできた。その結果、地震が起きた直後、島民の7割ぐらいの方はすぐにその歌を思い出して直ちに高台に避難することができたそうです。結果的にシムル島では人口7万8000人ぐらいのうち、亡くなった方はわずか7名にとどまったということで、ほとんどの方が助かりました。そういったことから歌で命を救うことはできるんだということを強く確信しまして、実際にシムル島でその歌を聴かせていただいて、伝承者の方からいろいろなお話も伺いました。今インドネシアではそのシムル島のスモンという歌がさまざまなアレンジで他の地域にも広まりつつあるというようなことも研究者の方からお聞きしています。私たちは日本において同じように
インドネシアの方々と、その教訓を分かち合って日本なりの相撲を作ろう、そしてそれを100年先まで教訓として伝えていこう、そういう思いを込めてこのブルーミンという曲を作りました。なので自分たちが歌えなくなっても次の世代の人たちが歌い継いでいってもらえるように、例えば子供たちが合唱してくれたりとか、そういった形で歌い継ぎやすい曲を作ろうと、そういったコンセプトで作っています。大震災で被災した時に、僕は、復興屋台村というところでボランティアでアカペラで歌い始めました。で、そこは本当に屋台村なので小さな屋台がこうたくさん出てて、被災された方々が来てご飯を食べながら僕たちの音楽を聴くというスタイルでした。その時に来てくれた皆さんが笑顔になってくれました。音楽 を届けることによって笑顔になってくれました。その時がすごく忘れられないのと、その時の気持ちを世界に届けたいと思ってプロになろうとそこで決心しました。なので音楽が僕を今ここに導いてくれてると思っています。僕自身も阪神・淡路大震災の時がちょうど、まあ、音楽に目覚めた時期だったので、音楽が震災後を生きる上で大きな支えになってきたんですけれども、ただそれは自分の個人的なことであって、まあ、みんなに当てはまるのかどうかっていうことは正直今までは確信は持てずにいました。ただ東日本大震災が発生した後ボランティアで、現地に入らせていただいて、まあ、私が行ったのは宮城県の石巻市というところで、まあ、一番多くの方が亡くなった地域だったんですね。で、そこでボランティアの作業の傍ら、歌も歌えてくれませんかと言っていただいた時、正直最初は戸惑いました。自分は音楽に救われたけれども、果たして皆さんがここで歌うことを本当に喜んでくれるのかなと、もしかしたら中には今こんな大変な時なのに歌なんか聞きたくないと思われるかもしれない、かえって嫌な思いをさせてしまうかもしれない、そもそも最初に何から歌えばいいんだろう、いろんな戸惑いがあり、すごく悩みました。でも地元の方々に正直にそのように伝えて、よかったら今皆さんが聞きたい歌があればリクエストしてくれますか、よかったら一緒に歌ってくれませんかというふうに伝えたんですね。そうすると皆さん最初は恥ずかしそうだったんですけれども、一人一人だんだん前に出てきて一緒に歌ってくれるようになりました。そして一緒に歌っていくコンサート、私のことを知らない方々も一緒に避難している人たち同士で歌を歌っていくうちに、だんだん心が温かくなって打ち解けていくのを感じまして、最後の曲を歌った時には横の人同士が肩を組んで体を揺らしながら大合唱になったんですね。まさか避難所で被災者の皆さんがこんなにも心から音楽を楽しんでくれるなんて言ってみるまでは想像できませんでした。でもそれが本当の音楽の力なんだなということをすごく実感できました。で、実際そのことがあったおかげで最初は1回だけやればいいかなと思っていたボランティアなんですが、地元の方々からまたぜひ来てねとすごく力強く約束を求められまして、絶対来ますというふうに言ったことがきっかけで、今なおその方々と交流ができています。これがもしただのボランティアだったらこんなにもつながりを作ることはできなかったと思いますけれども、音楽のおかげで今でも東北の方々と心で交流ができているっていうのも、音楽の素晴らしいところだなというふうに感じていますし、それは同じくインドネシアに行った時にもインドネシアの皆さんと言葉は通じなくても音楽で一体感を楽しむことができた、そういったところにも音楽にとても感謝しています。
阪神・淡路大震災の時でに、小学校とかで歌われ始めた、小学生の中で歌われ始めた曲があります。幸せ運べるようにという曲があります。それはまあどこで聞くということはなかったんですが、その小学生の声を聞くことによって、大人はみんなその声を聞くことによって頑張って復興していこうというふうに思いました。なのでその幸せ運べるようには今もずっと歌われ続けています。ちょっとあの補足をさせていただきますと、幸せ運べるようにという曲は、当時被災した神戸市内の、学校の先生が、ここからまた復興していこうという思いを込めて作られた曲で、神戸の子どもたちは毎年必ずこの歌を歌ってきています。なので今の子どもたちはもう震災のことは当然生まれる前の出来事で経験していないんですけれども、その歌によってそのハートは確実に受け継がれているということを、いつもこの歌を聴くたびに、胸が熱くなる思いで、思い出しています。私たちがグルーミンや他の音楽を通じて伝えたいのも、そのハートの部分を、教訓を伝えたい、そういった活動の、まあ、ある意味で、先駆者として、その神戸市内の歌と、先生がやってらっしゃったことを、私たちはもっと防災というテーマで世界中に広めたいというふうに思ったのは、この神戸にそういう歌があったからっていうのは大きいです。インドネシアで実際に、コンサートをさせていただいた時に、インドネシアの方々も日本の歌がとてもお上手で、特に、バラードの曲ですね、すごくお好きだということを感じました。そういったこともちょっと意識の中にあって、このブルーミンという曲はインドネシアの方々にとっても親しみやすい、歌いやすい曲になればいいなというふうに思って作らせてもらいましたので、ぜひですね、インドネシアの方々にもこの歌を一緒に歌い継いでいただきたいですし、いずれはこう日本語版だけではなくてインドネシアの言葉でも伝わっていくぐらいの広まりになっていけば嬉しいなと思っています。前回アチェに行った時に、日本語の曲で小さな子どもたちが僕たちを迎え入れてくれました。その時の歌が忘れられなかったです。だからこのブルーミンで、そのインドネシアの子どもたち、インドネシアの方々と一緒になって歌を歌いたいと思います。防災意識、防災をずっと、防災ということを やっぱりこう思っとかないと、災害はいつ来るか分かりません。その時のためにみんなの中に防災という意識をこうずっとこう留めといてほしいと思ってます。それを僕たちは歌で届けてるって、届けています。インドネシアの方々、15年以上経ちますけれども、被災された方々はまだまだ心に大きな傷を持っていらっしゃると思います。ただその一方で15年たち20年たちとなっていくと、震災を経験してない、津波を知らない子どもたちがどんどん増えていきます。その子たちが大人になった時に、またまさかこんなことが起こるとはというような形のことを繰り返しては欲しくはないというふうに強く思っています。で、そのためにもやっぱり教育として、勉強としてただ伝えていくっていうのはとてもやはり難しいことだなと
ということを、これは日本でも同じことが大きな課題としてずっとあります、だからこそもっと当たり前のこと、日頃から楽しく、自分のこととして感じられるカルチャーにしていかなければいけないというふうに感じています。例えば日本の研究者の方でインドネシアで紙芝居を通じて伝えると、そういった活動をされている方もいらっしゃいます。またシムル島のスモンソングは今、スマトラ島の中では、ララバイ、子守歌としてアレンジされて歌われていたりとか、あとジャカルタの方ではダンスミュージックにアレンジされてディスコなどでも、演奏されているというようなこともお聞きしました。そういった形でどんどん自分たちの生活の中に自然に入っていけるものにアレンジするってことがとても大切だと思いますので、そういった知恵の共有、カルチャーを通じた伝え方っていうのを日本の私たちもインドネシアの皆さんと一緒に、考えてブラッシュアップしていけたらなというふうに思っていますので、私たちもまた機会があればぜひインドネシアに行って自分たちの知恵は皆さんと共有したいですし、インドネシアの皆さんの知恵を逆にまたもっともっとたくさん学ばせてもらいたいなと思っています。はい、あれは主人公はボイパおじさん、僕をイメージして作りました。それこそ阪神淡路大震災、東日本大震災、そしてスマトラ沖地震のいわゆるアチに行った時の出来事を、そのアニメーションの中に入れました。そしてその中で起こってきた、僕が体験してきたその防災意識をみんなに忘れないでおいてほしいなというところをそのアニメーションの中に落とし込んでいます。そして最後は笑顔の花を咲かしてみんなでそれを考えていこうよというテーマをもとにあのアニメーションを作りました。そうですね、僕たちの歌の中にはさまざまな防災のメッセージ、生きていくために大切なメッセージが込められていますけれども、それが多くの方に伝わっていって、次の災害の時におかげで助かったという状況になっていかなければ、いけないというふうに感じていますので、より多くの方々に伝わるようにこの活動をもっともっと広げていきたいと思っています。具体的にはインドネシアの方々にもぜひですね、多くの方に聞いていただけるように、インドネシアのアーティストの方にもどんどん一緒に歌ってもらえるそういう機会を作っていただきたいですし、将来的には私たちがまたインドネシアを再び訪れてそこで一緒に演奏したり歌ったりと、そういった機会が作れたらいいな、素晴らしいインドネシアの旅行、前回行かせていただいた経験が本当に忘れられないので、またぜひ行かせていただきたいです。カズはですね、インドネシアに行って子どもたちと一緒に、たくさんの子どもたちと一緒にこのブルーミンを歌いたいです。そして、その周りの方々にもどん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 こう広がっていくような、そういうふうなシーンを作っていけたらいいなと思ってます。ジャパニーズステーションをご覧の皆さん、改めまして、はじめまして、神戸発防災音楽ユニットブルームワークスと申します。私たちは音楽で楽しくこの生きるための知恵を分かち合いたいと、そういう思いを込めて活動していますので、やはり皆さんと実際に会って笑顔をこう交わすということを夢に見て活動しております。ですのでぜひ皆さん次に生の歌を聴いていただけるようにこれからも頑張っていきますので、ぜひ今後のブルームワークスの活動注目していただければ嬉しいです。 SNS などでもぜひ広めていただければとてもありがたいです。絶対にまた笑顔で会いましょうといういつもこうやってポーズをしているんですけれども、皆さんともぜひですね、一緒に笑顔でこう実際にポーズを分かち合いたいなと思っております。
僕たちの、まあ、曲、そのブルーミンをぜひ SNS とかで皆さん広めていただいて、ぜひ覚えていただいて、僕たちが行った時に一緒になって大合唱できたらいいなと思ってます。一緒に歌いましょう。そして聴いて覚えてください。お願いします。手のひらに乗っ取るあなたの力。